マックスン、今日も人参食べる？おいしい？ほら、スタバだよ。おー、おいしいですね、マックスン。いつまでやってんの？いや毎日の儀式ですよ。ここナッツをここに祀ってるんです。神棚として、これ我が社の神棚でございます。神棚ならダメじゃん。何が撤去したらダメじゃん。撤去はしないですけど。何ですか、なんかそんな二人して揃ってこっちを見て物が増えてきたなと思って。これですか、これ。でも段ボールとか。おお、何これ、これ何入ってんの。これは2年前ぐらいからすると。あー、 T シャツっすね。あ、 T シャツ、そうだった、忘れてた。ちょっと見てみますか。あ、これね、この時計は僕、ラジオ放送に使おうと思って、これぐらいの時計だと思ってアマゾンで買ったら、なんかすげえでかいのが届いてびっくりしたっていう。ちゃんとサイズを確認せずに買った時計です。ナッツンです。スタバです。あ、これこれあれです、あの第一電波工業さんの製品で、車にアース取る、アンテナのアース取るための TPS3 です。これは商工会議所の会員証です。2社分あります。あ、商工会議所の人もなんか見てるみたいです。会うたびに動画見てますよっていうのは恥ずかしいんでやめてください。で、おう、なんかいろいろ入ってるけど、なんだこれ、これがいらないやつ。ピッチャリーナのロンティー、なんでこんなとこに入ってんの。この中に入ってるメインはですね、これでございますね。あの、モモスケのカメティーなんですけど、これなんでこんなに大量に不良在庫を抱えてるかと申しますと、あの2年前コロナになった年ですよ。あの年にあのハムフェアに出店しようと思ってたんですね、ももチャンネルで。でその時になんかいろいろこう準備して、まあ、販売もしようと思ってたわけですが、ご存じのようにあの時5月6月か、あの緊急事態宣言が出て、ね、その年のハムフェアも中止になりということで、ここにその時に売ろうとしたものが未だに、在庫として残っております。今年もちょっと販売とか検討したんですが、まあ、あの僕がね行って遊びに行くだけだったらいいんだけど、販売とか出るとみんなに仲間に協力してもらうじゃないですか。で、あのまあ仲間をね、その休日にそういうところに連れてって感染させてしまうと、ちょっと僕として責任がっていうのがあって、まあ、今年もちょっと見合わせてるんですが、ちょっとこの T シャツを、そろそろ在庫を、減らさないと次のグッズが作れないということで、あのうちの事務所狭いんで、通販サイト桃の直売所という西野さんが名付けた、はい、いつもこれ塩対応なんです。あの、西野さんが名付けた、桃チャンネルの通販サイトがありますので、あのそこに T シャツね、このカメ T シャツさん、あの画像の方この辺に出てると思いますけど、カメ T シャツさん売ってますんで、よろしければこれ安いんで、あの買っていただけると、嬉しいなと思います。まあ、前からちょっとすごい迷ってんだけど、ステッカーとかもね基本手渡しでって思ってやってるんですけど、やっぱどうしても会えない人とかっていうのもね、売ってでもいいから欲しいという方もいらっしゃるので、まあ、全国に無料発送とかちょっとやっぱ無理なんで、そのうちちょっとそんなにね高くない金額でステッカーとかも出そうかなとちょっと迷っております。そこは、うーんっていうね、売ってもいいものかステッカーをみたいな風に思ってるんですが、そういうリクエストも多ければ、取り扱いたいなと思っておりますので、僕はここは片付かないとね、事務所でこうこのカメラの向こう側に女性陣がいるんですが、白い目で見られてしまいますので、買っていただけると嬉しいですね。それこっちの話、はい、これは仕事の道具だよ、仕事の道具。ほら、このカメラとか
このほらヘッドホンとか、マイクとか録音機とか仕事の道具が3分の1ぐらいです。3分の1しかないの。これはおもちゃです。この辺もおもちゃです。あとラジオとかおもちゃです。はい、ということで、ぜひよろしくお願いしますという動画でした。あのリンクの方は、説明欄の方に貼っておきますので、そちらの方からチェックしてください。じゃあ僕が救われるようによろしくお願いします。何でしたのかな。え、何の話。これじゃダメだ。これ、はい、よろしくお願いします。